シードちゃん、シードちゃん元気してる？開かないんだよ。顔が変わっちゃったら開かないんだよ。シードちゃん、プレゼント企画、文句言ってるんだって。お前だってやっただろ昔、散々。亀田光輝の件も、ダルビッシュの件も、みんなリスナー騙したんだろ。なんのに人のことは、ひでちゃん、そういうことばっかし言うんじゃねえよ。わかってるか？もうちょっとな、人に温かくなってやれよ。お前の後輩がみんな頑張ってるんだから。以上。